春日さんが投資してくれたおかげで設備を増やすことができたっす。本当にありがとうございます。これで作れるものの幅がさらにぐっと広がったっす。いいってことよ。この工場が発展すればこっちも助かるからな。投資してもらったこのご恩は必ず仕事で返します。これからもよろしくお願いします。おう。春日さんが投資してくれたおかげでさらに設備を増やすことができたっす。本当にありがとうございます。これで作れるものの幅がさらにぐっと広がったっす。へへ、そいつはよかった。投資してもらったこのご恩は必ず仕事で返します。これからもよろしくお願いします。おう。春日さんが投資してくれたおかげで必要な設備を全部揃えられたっすよ。これで元の工場に戻れた。春日さん、マジでありがとうございました。礼には及ばねえよ。こっちも自分のために投資してた部分も多いからな。これだけの設備があれば大企業にも負けない工場に復活させられる。今まではほとんど諦めてたんすけどね。もう一度この工場を流行らせるために私もっともっと頑張ります。それでこそスミレちゃんだ。これからも持ちつ持たれつよろしくね、工場長。はい、よろしくお願いします。よし。いいな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ありがとうございます。あ、いいな。はい。よし。よし。ありがとうございます。よ、スミレ。工場は順調か？春日さん。うっす、おかげさまで。実は、この設備のおかげで、今まで受け負えなかった大口の仕事を任せてもらえることになったんすよ。マジか！すげえじゃねえか。それもこれも、春日さんのおかげっす。俺じゃねえ。ちゃんと腕を磨いて、工場の仕事に向き合ったスミレの実力だ。実はそれ以外にも春日さんに伝えたいことが。ん？なんだ？おい、誰かいないのか？この声は。ん？親父。え？親父さん？って設備売り払ってこの工場をほっぽり出したっていう。はい。ああ、スミレ、久しぶりだな。ちょっと見ない間に結構いい女になったじゃねえか。一体何しに？おいおい、せっかく父さんが帰宅したってのにかけてくれる一言目がそれかよ。親不孝な娘だよな、お前はさ。なんだスミレ、工場に男連れ込んでんのか？こんなもじゃもじゃ趣味だっけ？違う、春日さんは。そんなんじゃ。まあお前がどんな男と付き合おうが知ったこっちゃねえや。そもそもお前には用はねえしな。じゃあ何しに来たんだよ。決まってるだろ、この工場売り払うためさ。はあ？ほうほう、最新鋭の機材が揃ってると聞いていましたが、本当だったとは。これは工場丸ごと高く売れますよ。そうだろ、頑張って買い揃えたうちの自慢の機材なんだ。それは春日さんが買ってくれたもの、あんたのもんじゃねえ。ほう、男に貢がせて悪い女だな。まあどうやって入手したかなんて知ったこっちゃねえや。さあ、バカはほっといて、どうぞどうぞ。うん。どういうつもりだ、そこをどけ。どかない。この工場は私の宝物だ。絶対に、あんたなんかに渡さない。そうか。育て方を間違えたな。乗れ！
父親に盾つくとこうなるんだよバーカ。おい、あ、春日さん、なんだてめえ、殺されてんのか。悪いな、人の家庭事情にあんまり口出したかねえんだけどよ、目の前で女殴られて黙ってられるほど大人じゃねえんだよ。ふざけやがって、ぶち殺してやる。私の番ですね。どうぞ。はい、よ、強さだ。凄腕のあんたの娘のおかげだよ。もしこの工場を力ずくで奪いたいんなら、娘より腕のいい技師に俺よりすげえ武器でも作ってもらうんだな。まあそんな技師そうそう見つからねえと思うけどよ。春日さん、指揮者引き上げるぞ。大丈夫か、スミレ。春日さん。え？春日さん、ありがとう。私とこの工場を守ってくれて。スミレ。春日さん、お願い。え、今までの恩を返させてください。春日さん大好き。あの、そのなんつうか、やっぱり手が器用だな、スミレは。か、春日さんったら。春日さんも意外と受け身なんすね。そうかな。今日はありがとうございました。これからもずっと私と工場をよろしくお願いしますね。おう、もちろんだぜ。これからも末永くよろしくな、スミレ。うっす。